皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせてもらいます、トラスキンブルーロックの感想動画撮っていきたいと思います。というより今回は昨日新年放送の第9話の正直する感想、一切そのない感想を、いつもらしまして、これたばありで話していきたいと思います。ちなみに、僕自身ブルーロックについては原作勢というこれね、これ単行本を買わせていただいてますし、マガジンで、最新話まで読ませていただいているという感じになってますが、皆さんどうでしたか、昨日の9話、前回の8話、ため会っていう中でも、非常に引きもうまくて、構成としてもここまでやってくれるんだっていう面白さもあって、ここからね、ガンガン盛り上がってくるというところで、非常に楽しみだなんて話もさせていただいたかなと思いますけれども、いや世間はね、今空前のもうワールドカップブームというかもうまさかのスペインに勝ちましてね、びっくりしました、本当にもうコスタリカには無理かと思ったらね、勝って。グループリーグ1位通過ですか。でもこのワールドカップ後からね、ブルーロックの人気上がってきてるらしいぞみたいな話を前回もしたんですけれども、これさらに上がってくるでしょう。やっぱ世間のこのサッカーに対する見方というか、サッカーへの熱が高まると、やっぱアニメの注目度も高まるみたいですね。こういうの。漫画も結構無料公開とかも、これこの前も言ったかな。っていうところなんですけど、ブルーロックもね、元々人気作品になりますけど、さらにこう今季やっぱ結構埋もれちゃってる感じするんですよね。今季の激戦区で。だから一つ問題があって、ブルーロックのやってる時間帯って裏でサッカーのワールドカップやってるんですよね。でリアタイはワールドカップみたいな。ちょっとこれだけ残念ですけど。ワールドカップが終わった瞬間にみんなブルーロックをリアタイしてくれると僕は信じたいですよね。はい。っていう中でね、非常に、ここからも、次クロアチアですか。まだまだ盛り上がってくるだろうと。で、海外の人気もね、すごくてですね、これもまた盛り上がってきてんじゃねえのかなっていうのはね、思ってますけどね。はい。ワールドカップの話すぎてもあれなんでね、そうそうネタバレなしの感想、結論からというところで入っていきますが、今回、ブルーロック9話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、ブラボーでしたね。チーム Z、マジブラボーだった。もうブラボーって言葉知らないから。昨日もさ、同志社やってもさ、ブラボーみたいな。なんかあぶれ、ブラボーでしたね。もうこれガチで。もう俺もふざけるでもなんでもなくね、もうブラボーだったね。いや、めちゃくちゃ面白かったっすわ。すげえ盛り上がった回というか。いや、ちょっと、何を言ってもネタバレになりそうなぐらいね、だけど、超熱かったですわ、昨日。なんか、僕のやっぱイメージだと、来週の回、ここがね、やっぱチーム Z 対 V ってやってて、そこの決着みたいなところで、めちゃくちゃ盛り上がるだろうなと。で、そっからガンガン、よく原作勢が言う、もう一番面白いところに差し掛かってくるんで、もう今追いつくになりますよっていう感じなんですけど、そう、来週から一緒に追いましょうぜって感じなんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。で、やっぱタイミングが良くて、そう、ワールドカップバーって盛り上がってさ、そう、負けちゃったらちょっとあれだったね、勝ってくれたおかげでさ、こう、一緒にって言ったらおこがましい気もするんだけど、ちょっとこれはもう人気あやかろうぜ。なんかさ、サッカーのワールドカップなんか CM でブルーロックのアプリのチーム流れてんだって。いや、多分さ、制作陣も絶対考えてるさ、この放送時も絶対この意味だと思うんで。マジで、そう、めちゃくちゃ面白い作品なんでね、見ていただいたら多分面白さが伝わると思うんでね、ブルーロックは。もっともっとね、人気に火がついてってほしいなって。TikTok とかでもともとね、なんかすごい人気になってるとか、そう、配信人気もね、このワールドカップ効果もあってね、かなり上がってきてるってとこありますけどもね、さらに、話として盛り上がってきます。人気も上がっていくと嬉しいなっていうのは思ってます。今回めちゃくちゃ面白かったね。各キャラの魅力というか、熱かったね、サッカーシーンも。正直言うと、引きの CG はね、これはもう1話からなんですけど、ちょっとちょっとなんか微妙な、ウマ娘2期のレースみたいな感じになっちゃってるんだけど、そこは別になんかアップのとことかの、やっぱオーラの演出とかもそうだし、基本的なサッカーとか、ドリブルのとことかめちゃくちゃかっこいいね。やばいな、そこ。で、作画コストがね、鬼ほど高いんで、やっぱある程度も荒はしょうがないかなって。そう。この、視点ごとで、ここがあかんとか多分あると思うんですけど、今後。あんま気にしすぎに見た方がいいなっていうのはね、思いますし、そう。でもやっぱ基本的にはこの作画めっちゃ頑張ってくれてて、超嬉しいですしね。この先も本当に楽しみに見ていきたいなと。いうと、ひとまず次回ですね。また皆さん一緒に、リアルタイムで見ましょうね。そう、どうでしょう、どうしようかなと思って、夜遅いしさ。ワールドカップ裏でやってるしさ、みたいな。なんかそう、なんともいい気持ちでやってるんですけど、最近。ひとまず次回はやりますね。ぜひ皆さんお集まりください。はい、というところで。ネタバレなしの感想以上としまして、ここからネタバレありの感想で、今回ちょっとネタバレありで話したいことがたくさんあるというお話していきたいと思うんですが、ネタバレの感想としてはですね、もうマジでね、チーム Z がもうブラボーだったというところで、
まあ、最初さ、前回、凪に脅威のシュート決められるわけですよね。まあ、レオとのこうコンビでさ、なんやがいっつって。で、その後に今度また凪が意味わからんシュート決めてくるよね。なんかこう、なんか宙返りシュートみたいなさ、で決めてきた。はぁってなって、バケモンやと思ったら、今度ザンテツがさ、テリトリーって何とか言いながらなんか決めてくるよね。で、このもう、一瞬で3点入るわけよ、チーム V に。あ、無理やと。まあ、諦めるわけ、みんなが。うん。で、みんなが諦めてる、なんか一人だけ諦めてねえやつがいたんですね。勝利できるって。あ、ワクワクするってやつがいて、それが、バチラだったんですよね。もう、これ、まずバチラがクソがっけえよ、あれ。あ、で、まあ、これで、あ、ワクワクするって、頑張るって、勝つぜって、こんだけ強いやつだと燃えるぜって言って、砕ける。いくらでもありますけど、バチラは違うんですよね。そこで破ってくるんですよね。覚醒してくるんですよね。で、消えてからの、めちゃくちゃ熱くなかった。まずね、そう、このバチラが決めてからのみんながね、どん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 こう、覚醒していく様っていうのかな。ここがさ、すげえ良くて、次が国神のナックル無回転シュートか。いやー、これもね、めちゃくちゃかっけえし、うん。で、最後がね、そうか。なんか、潔もね、そう、覚醒片鱗を見せつつ、うん。でね、まあ、ちぎりがさ、見せてくれるよね。バチェラ、国神、ちぎりってこう、この3連続シュート、見事なテンポ感でしたよね。まあ、一気に今回で4巻で終わりまで行ったわけですけれども、原作だからかなり進んだんじゃないか。いやー、もうテンポ感もめちゃくちゃ良かったですし、そう。これができるのはやっぱブルーロックだよね。普通このさ、今回言ったら5本シュート入ったけど、そんなにできんよ。だってそんな見せ場だもん。だってさ、1点ごとにやりたいぐらいのアニメだったら。っていうのをポマポマできちゃうのがこのブルーロックの凄さで、そう。27話、原作5話分か、進んだっていうところでね。素晴らしいテンポ感で、まあ、各キャラの覚醒、まあ、潔も覚醒の片鱗を見せつつね、また凪とレオの弱点みたいなのが今回見えてくる回で、まあ、凪はやっぱレオの指示待ちだよねと。で、レオはもう凪をすぐ探しちゃってるよね、みたいな話が出て、一つ付け入る隙みたいなのが見えてきたんじゃないのっていうところもありつつ、まあ、逆に言えばね、それが彼らのまだポテンシャルでもあるわけなんだけどね。まあ、こういうことで話し出すとちょっとね、まあ、まあ無限になっちゃうんで、あれなんですけどね。いやー。でも、潔とね、凪に煽られてく。ここもね、なんかまた良くて。うるせえよ、天才。今いいとこなんだよ。ってね、この、イキリ潔が見えるのがまた熱かったりね。各キャラのさ、この、ね、覚醒っていうのは、すげえかっこよかったね。そう、覚醒の時間だって、エゴがさ、覚醒とは何かみたいな説明しましたけど。いや、それぞれの合流描写もね、超かっこよかったね。ちぎりのさ、この斬鉄抜いてこれやばかったな。くそ熱かった。いや、素晴らしかったんじゃないの。ライチもよかったしね。ライチおもろかったね。っていうところで。まあ、イガグリも結構頑張ってたな、今回は。っていうところで、もう、各キャラがやっぱすごいこう勝利に向かってさ、クオン以外ね。クオンはもう何やってんのかって、呆然立ち尽くしてるのか分かれば、ある意味拷問を受けてるのかみたいな。っていうところでね。よかったっすね。バッチリさ、こうチームサッカーやりつつ、個人をしっかり際立てていくみたいな、この熱さがすごい良くて、まあチーム Z、まあ、ガガ丸もね、良かったし。やっぱ、イガフリ頑張ってたな。イガフリ割と頑張ってたかもしんね。いや、クリガイも、いいね。いや、バチラもかっけえし。じゃあ次は生きるじゃないよ。イサジかって思うんですけどもね。アニメ勢の方、まじ楽しみにお待ちいただけたらなと思うしね。ちょ、まじかっこよすぎたっすね。はい。こんな感じで、今回のブルーロック第9話の正直すぎる感想、一切その時の感想は以上となります。ご了承いただき、ありがとうございました。またね、来週以降も引き続き感想動画上げていくつもりです。それ以外もね、まあ、本日いろんな動画上げてますんで、ぜひこの機に、チャンネル登録、高評価お願いします。嬉しいです。またですね、未来ではぜひ感想なんかもコメントいただけますと嬉しいです。ということで、今回の動画は
以上としたらすいません、めちゃくちゃ楽しみですね。日本はクロアチア戦がね、12月5日ですか、なんじゃったっけ、深夜0時ぐらいなのかな、っていうところで今度こそ応援しようかな。僕実は負けたとこしか見てないですよね。そう、全部さ、もう負けると思って寝ちゃうとかたまたま決められたシーンだけ見ているとかさ、もうなんか最後のことが起きてて、まあ、ある意味逆進なんで、僕見ない方が勝てる説あるんでどうしようかなというところですが、まあ、時間があれば見ようかなと思うんですが、はい、まあ、ブルーロックもね、このワールドカップ効果で、ね、より盛り上がっていくとね、やっぱ嬉しいなっていうのはありますし、面白さも間違いないんでね、もうめちゃくちゃ今回面白かったんで、もうマジでいろんな人が見てくれると本当いいなっていうのね、心より思ってます。はい、な感じで今回の動画は以上としております。ご視聴いただきありがとうございました。